アスナの料理は確かにすっごく美味しかったよね。また食材を見つけてきたらアスナに料理してもらうよ。よし、そんじゃ1位も決まったところで早速みんなで食おうぜ。お弁当？それ美味しそう。ゆいちゃんにお弁当を作ってもらおう。頑張ります。よし、そんじゃ1位も決まったところで早速みんなで食おうぜ。よし、そんじゃ1位も決まったところで早速みんなで食おうぜ。聞かない方がいいと思うわよ。
し、そんじゃ1位も決まったところで早速みんなで食おうぜ。よし、そんじゃ1位も決まったところで早速みんなで食おうぜ。私？そうなんだ。ありがとう。でも、肉料理しろって言われたら、あれは定番じゃない？よし、そんじゃ1位も決まったところで早速みんなで食おうぜ。さすがキリト、分かってるね。またキリトに作ってあげるね。よし、そんじゃ1位も決まったところで早速みんなで食おうぜ。一番を取れるなんて思わなかったよ。一緒にダンジョンへ潜った時とかにまたご馳走するね。よし、そんじゃ1位も決まったところで早速みんなで食おうぜ。
こっちは早く食べたくてさっきからうずうずしてるんだからよ。俺もだキリト、早く食べようぜ。いただきます。よっしゃ、一生分の肉を食うぜ。ガツくんじゃねえぞ、しっかり味わえよ。そうは言っても、高級食材なんだから、止まらねえよ、そんなに痩せらなくてもまだたくさんあるのに。料理が減っていくね。ものすごい食欲です。でもこうやって自分の作ったものを食べてもらうのは悪くないわね。そう、私が鍛冶屋をやっているのも相手に喜んでもらいたいからだしね。皆さんおかわりもありますからね。私たちも早く食べないと自分の分がなくなってしまいそうです。私のもどんどん食べてね。堪能したぜ。俺生きててよかったよ。まったくだ。3日に一度はこんな日があるといいな。もう大げさね。でも本当にどの料理も美味しかった。思い出すだけで幸せになれそう。様でした。あれだけの食べっぷりを見せられると作ってよかったって思っちゃうな。みんなでこうやってワイワイやるのってすっごく楽しいね。この宿屋に泊まっていくね。私もっとみんなとこうしていたいな。大歓迎ですよ。夜はいっぱいおしゃべりしましょう。
トレアさんのこといろいろ聞かせてほしいな。